ちょうどよかった。用というほどのことじゃないんだけど、ちょっと聞きたいことがあるの。あなた、咲野さんと何かあったの？最近あの子、あなたのことをよく話すの。しかもキラキラ目を輝かせて。あの目は恋する乙女の目ね。あんないい子に好かれるなんて、あなたもやるわね。何？ええ、そうよ。咲野さんも鈍いけど、あなたも相当鈍そうだから一言言っておこうと思って。咲野さん、充実してるのか、泳ぎが伸び伸びしてて素晴らしいの。水泳部に来てくれたらって思うけど、本人もその気がないんじゃね。それじゃあね、頑張ってね。